実は寝起きに飲むだけで激痩せする紙ドリンク5銭と、タバコよりも超危険、激太りする史上最悪な飲み物5銭紹介していきます。ゆっくりダイエットしてますか藤田です。実は僕は123キロも体重があったんですが、健康だと思って飲んでいたものが逆に太る原因だったものや、ある飲み物を飲むことでスルスル体重が落ちていったんです。なので、ぜひあなたが健康になるための参考にしていただけたらと思います。 それでは早速、タバコよりも超危険、激太りする史上最悪な飲み物5選。一つ目、豆乳。女性ホルモンの増えすぎが問題となってきます。納豆や豆乳など健康的なイメージが強いのが大豆食品ですよね。これは大豆食品に含まれる大豆イソフラボンが女性ホルモンと似たような作用をしますから、女性には特におすすめのダイエット食品なんですが、実は飲みすぎてしまうと、お腹、お尻、足の脂肪が 落ちにくくなるとといいうことが分かっています例えば2009年の研究では女性ホルモンエストロゲンは脂肪燃焼を邪魔する作用があって体の中の量が多すぎると痩せにくくなるということが分かっています。確かにダイエットコースの人の中でもダイエット食品を中心に食べていた人は体重が落ちているのに肝心なウエスト周りが落ちないという人が多いんです。 子宮や骨盤周りに脂肪を溜めてしまううという作用があるからなんですなので、こんな時には食物繊維の量を増やそうということが大切になります。1991年の研究では、1日 15g 以上食物繊維を摂ると、エストロゲンをある程度減らして、脂肪燃焼効率が上がるよということが分かっています。なので、うまくお腹周りの脂肪が落ちないよという方は、今までで豆乳を飲んでいたことに プラスしてて食物繊維を取っいいくということが大切ににななりますそんな時におすすそん時おめの食物繊維がサンファイバーになりますこのサンファイバーは100%グアーマメ生まれの水溶性食物繊維のことなんですがおすすめのものは概要欄に貼ってるんですが日本人が不足しがちな 5g の食物繊維をたったスティック一方で取ることができるというふうに言われていますからぜひ試してみてください続いて激太りする史上最悪な飲み物5選2 二つ目炭酸水アドレナリンが血糖値を上げるんです。 この炭酸水はコーラなどの砂糖が多く含まれたものだけではなく無糖の炭酸水であっても血糖値が上がってしまうんです炭酸のシュワシュワっとする刺激ありますよねこうなると体からはアドレラリンが分泌されますアドレラリンは心拍数を上げるという作用があるんですがそれによって体全体に栄養を流そうと血糖値が一時的に上がってしまうということが起こってしまいますなので炭酸水の中でも強 炭酸というものは特に血糖値を上げやすいということが分かっていますから微炭酸の炭酸水であることやぬるめの炭酸水を飲むことによってこの血糖値の上昇というのを抑えることができますそんな時におすすめの炭酸水はウィルキンソンの食物繊維入りの炭酸水というのがお特におすすめとなりますから概要欄からチェックしてみてください続いて激太りする史上最悪な飲み物5選3つ目野菜ジュース

糖質が多すぎるという問題があります。例えば、野菜ジュース 200ml で糖質が 20g 以上摂取することができます。おにぎり1個で炭水化物が 40g 含まれていると言われていますから、野菜ジュースを飲むだけでおにぎり半個分の糖質を取ってしまうということなんです。なので、1日コップ1杯以上は飲まないようにしましょう。特にダイエットの最初であれば、僕も野菜生活のスムージーなどを 取っていましたから飲むタイミングとしてもダイエットの最初ではお腹を満たすためには十分効果があるものだと思いますから自分のタイミングだったり状態に合わせて飲むべきかどうか考えてみてください続いて激太りする史上最悪な飲み物5選4つ目ソフトドリンク糖質が血圧まで上げてしまうということがわかっています高血圧予防に減塩を意識して生活している方も多いのではないでしょうか実は最近のデータでは砂糖の 取りすぎが原因で高血圧になるということがわかっていますある大学の研究では過糖飲料を毎日摂取していると中性脂肪が53%高くなり全玉コレステロールが98%も低くなってしまうということがわかっていますまた実際にハーバード大学から出た論文では1日に1本から2本ソフトドリンクを飲むだけで糖尿病のリスクが26%アップ心臓病のリスクが35%アップ脳卒中リスクが16% 6アップ肥満のリスクが1.6%アップしたということが分かっていますから極力ソフトドリンクは飲まないようにしましょう続いて激太りする史上最悪な飲み物5選5つ目カロリーゼロの飲料人工甘味料が食欲を上げてしまうんです人工甘味料というのは砂糖の200倍も甘いのにカロリーがなく血糖値を上げないという利点がありますからカロリーゼロの飲料や食べ物に多く含まれますただこの甘い 甘いののにに血糖値が上がが上らなないいというのがデメリットになってくるんです僕たちは血糖値が上がることによって脳の中の満腹中枢が刺激されてお腹いっぱいになったと感じることができるんですが人工甘味料は甘いのに血糖値が上がらないから脳がびっくりしてもっと と欲しいという状態になってしまい食欲が上がってしまうんです実際にですね2015年に行われた研究では高血圧と砂糖人工甘味料には重大な関連性があるということが分かっていますから人工甘味料であっても血圧が高くなってしまうということが分かっているんですこの研究の中では人工甘味料を取っている人はその人工甘味料が悪いわけではなくその人工甘味料によって食欲が上がって他の食べ物 食べ過ぎててしまって高血圧になっていいるととうこななんですなので、おすすめのものとしては、ダイエットの最初とすれば、このカロリーゼロの飲料は、甘いものを食べるという意欲を少なくしてくれるため、いいんですが、食欲がどうしても上がってしまうよという方は、極力控えた方がいい飲み物となってきます。なので、ここからは、そんな食欲が上がってしまったり、脂肪を燃焼するために、朝にどんなものを飲めばいいのか、寝起きに飲むだけで激痩せする紙ドリンク 5000を紹介をしていきます一つ目コーヒーカフェインが脂肪燃焼の効率を上げてくれます実際にこのカフェインはストレスまで減らし糖尿病リスクまで下げてくれるということが分かっていますこれは朝は僕たちが一番ストレスが高い状態なんですねこのストレスホルモンというのは寝ついた時に一番低くて徐々に上がっていくにつれて一番高いところで僕たちは目が覚めるという風うに言われていますから寝起きは一番ストレスホルモンが 高い状態なのでこの時にコーヒーを飲むことによってストレスレベルを下げるだけではなくストレスと糖尿病というのは関係が深いということも分かっているので実際にドイツで行われた調査では強いストレスを感じている人は糖尿病を発症する確率が45%高くなるカナダで行われた研究でも仕事のストレスが高い女性は2型糖尿病発症リスクが2倍になるということが分かっていますなののでここコーヒーヒを飲むことによって アメリカで発表された研究では1日4杯以上のコーヒーを飲む人は2型糖尿病のリスクが30%も低下したということが分かっていますから4杯程度飲むのが大切という風に言われていますただ飲み過ぎてしまうと2017年の研究では骨粗鬆症になって骨折のリスクが増加したりとかハーバード大学の研究では5杯以上飲むとメンタルが病んでしまうということが分かっていますから1日コップ4杯までがおすすめの杯数 といいう,うに言われていますではこの4杯を飲む時にどんなコーヒーを飲めばいいのかノルウェーで行われた研究ではドリップコーヒーを飲む方が脂肪燃焼効率が上がっていくよということが分かっていますなぜこのようなフィルターを通した方がいいのかというとコーヒーに入っている成分の中にはコレステロールを増やす成分もあるんですねただフィルターを通すことによってこの成分というのが20倍から30倍も取り除けるということが分かっていますから コーヒーを飲んでいて血圧が上がったりとかコレステロールが高くなっている人はドリップコーヒーを飲むとその効果を倍増させることができるということが分かっていますからこのように飲んでみてください続いて激汗する紙ドリンク5選2つ目緑茶カテキンの脂肪燃焼効果が高いんですこの緑茶は特に体脂肪が多い方におすすめの飲み物となってきます実際に2016年に行われた研究では体脂肪率が31から35%の肥 今気味の方にカテキンを摂取してもらったところカテキンの摂取量が増えれば増えるほど脂肪燃焼効率が上がって12週間で最大8%も体脂肪が減ったということが分かっていますそれもこの研究の中ですごいことはカロリー制限がなくてもこれだけ脂肪が燃焼したということなんですねではどれぐらいの緑茶の量を飲めばいいのかというとこの研究の中では1日ペットボトル1本分の量を飲むことによって このような効果が得られたということが分かっています。また、緑茶の中でも、玉露が一番カテキンの含有量が多いというふうに言われていますから、このようなものを中心に飲んでみてください。続いて、激汗する紙ドリンク5選。3つ目、プロテイン。タンパク質に食欲を抑える効果がありますから、食べ過ぎてしまう方におすすめの飲み物となってきます。実際に、テルアビブ大学の研究では、肥満や糖尿病気味の方にプロテインを飲んでもらったところ、ヘモグロビン A1C が改善し体重が7.8キロも減少したということがわかっていますこれには食欲をアップさせるホルモングレリンがプロテインを飲んでいる人は減っていたということがわかっていて積極的にプロテインを飲むことによって食欲を抑えることができるということなんです実際にですねこのプロテインっていうのはタンパク質を取っていくということなので僕たち人間はタンパク質の1日に必要な量が取れるまで食べ続けてしまうということ もかかかっっってていいいますからしっかりととプロテインンをを飲んでタンパク質を補っていくということが大切になりますこんな時におすすめのプロテインなんですが値段が一番安いのが WPC のプロテインになってきます。ただこの WPC のプロテインというのはお腹の調子が悪くなるといった乳糖不対症という方はうまくいかないことが多いのでこの乳糖不対症気味な方は WPI のプロテインを選んでみてください。また女性におすすめのプロテイン はソイプロテインとなってきますし牛乳で作られたのが苦手という方はエッグプロテインという卵から作られたものもありますから自分に合いそうなものを選んでみてください続いて激汗する紙ドリンク50004つ目水臓代謝を12%も上げてくれるんですさ湯とかお水を飲むことによって胃腸などが活性化してきますから飲んだ直後から全身の血流が良くなって内臓の温度が上がってきます内臓の温度が 一度上がると基礎代謝は10から12%も上がると言われていますからより朝から痩せやすい体質になるということなんですまた便秘がひどい方でも最後飲んでいることによって内臓が動くようになりますから消化作用を促進してくれます実際にバーミンガム大学の研究では食事の30分前に必ず5 0 0ミリのお水を少しずつ飲むことによって12週間で体重が 4.3kg も減ったというダイエット効率まであるという ことが分かっています実際に1日2リットル飲みましょううっていいううに言われるじゃないですかこれはイギリスだったりヨーロッパの研究機関が毒素を排出して健康的な内臓を維持するためには1日コップ6杯から8杯程度1日2リットル必要ですよというふうに言われてきたんですが最近の研究では少し変わってきていてロンドン大学の研究では1日の水分摂取量を考慮して男性では1日1.5から1.8リットル女性 では1.3から1.4リットルでいいというふうに2リットル飲まなくてもいいということが分かっていますまたイリノイ大学の研究でもいつもの水分摂取量にプラスして230ミリリットル水を飲むだけで総摂取カロリー塩分の摂取量砂糖の摂取量コレステロールの摂取量が減ったということが分かっていますから朝にコップ一杯のお水を飲むというところからスタートしてみてください続いて激痩せする紙ドリンク5選5つ目トマトジュースミネラルの効果 で体重を減らしてくれるんです例えばこのミネラルというのは余分な塩分を体から排出するだけではなく血管を拡張させることで血流を良くしていくよということが分かっていてむくみを解消するために必要な飲み物となってきます実際にですね東京医科歯科大学の研究ではトマトジュースを飲むことで中性脂肪が驚くほど減って1日のエネルギー消費量が169キロカロリーも増えて勝手に痩せていったということが分かっている ですただこのトマトジュースにも砂糖が多く含まれているものもありますから純粋にトマトだけで作られたトマトジュースというのがおすすめになりますおすすめのトマトジュースとしてオラガトマトというのがありますから僕はこれをですねいただき物として飲んでいたんですがすごく飲みやすくて美味しいトマトジュースになりますのでおすすめのものとして概要欄に貼ってますからぜひチェックしてみてくださいどうだったでしょうかこのようにダイエットを始めようと思うとたくさんの飲み物ありますから健康にいいからと たたたくささんん飲飲でででいいいいいると逆にに体脂肪を減らさななようううししててみ物っっののがあったのではないでしょうかまた今までですね、コーヒーとか緑茶とか健康的だと思っていた飲み物でも飲みすぎてしまうと逆効果になったりとか飲むべきタイミングや量というのがありますからここら辺をしっかり守っていただくことによって体にとってプラスになっていくということもありますので毎日ダイエットをしていくためや健康になるためのヒントになれば幸いです。この動画が良かったたら高評価やコメントで教えていただけ ると嬉しいですし他にもおすすめの朝ごはんだったり一緒にできるマッサージも紹介してますのでぜひ参考にしてみてくださいそれではまたバイバーイ